ゾイドワイルドの全てを知る男、パーフェクトヒューマン片山です。今日は10月に登場する新たなゾイド、そして武器 ZW45 バーニングライガー、そして ZW46 コアドライブウェポンインパクトガトリングを紹介していきたいと思います。今回の動画は3つに分けてお届けしていきたいと思います。それではバーニングライガー、コアドライブウェポン、インパクトガトリングについて開発秘話を語っていきたいと思います。今回ですね、歴代のライガー、ワイルドライガー、ビーストライガー、ライジングライガーを並べながら比べてですね、話していきたいなと思います。まずはコンセプトです。コンセプトが3つあります。まずはデザイン面、そして玩具としての構成の面、そして最後にコアドライブシステムに関する面で述べていきたいと思います。まずはですね、顔の部分ですね。顔のデザイン、今までのライガーと比べていただくと明確と言っても過言ではないかと思います。まあ、ライオンっていうモチーフなんですけれども、より生物のですねシルエットに、まあ、習ったシルエットにデザインしていきたいなと思っていました。初期のスケッチ見ていただくと、まあ、より今までのライオンよりも少し大人びたような、そういう印象があるかなと思います。よりですね、ライオンのこう鼻のボテッとしたゴツさ、まあ、顎のしっかりとした感じというものも、まあ、しっかり今回表現できたかなと思っています。あと目に関してですね、今回は、当初から、共和国のライガーではなく帝国のライガーを作ろうという、そういう形でスタートされてましたので、 Z オーバイザーを取り入れる必要がありました。そういうところで、まあ、明確にですね、こういう、まあ、7型の形にするのではなくて、実はライオンのですね、こう猫科の動物によくあるんですけど、こう鼻の先にかけてこう伸びてるような、こういうバイザーの形を取り入れてます。少しピッて出てますよね。こう前から見ることでかなり凶暴なライガーが表現できたんじゃないかなと思ってます。まあ、スケッチでこう見ていただくと、まあ、よりこう怖い顔、まあ、少し凶暴に見える顔を、まあ、追求したっていうのが少しだけ分かっていただけるかなと思います。続いて、全身のデザインについてですね、今までのライガーと比べると、まあ、ディティールがかなり深まっているように見えると思います。コンセプトとしても、まあ、全身のデザインに関しては、まあ、いろんなパーツの寄せ集め、集合体が、まあ、一つのゾイドになっているっていう、まあ、そういう思いで作っていたので、まあ、しっかり具現化はできているかなと思っています。一番わかりやすく、まあ、メカメカしくなったのがわかるのが、まあ、ここら辺ですかね。まあ、いろんなパーツが、まあ、パイプだったりシリンダーだったり、フィルターだったりフィンだったり、いろんなパーツが組み合わさって一つの体になってますね。まあ、これメカ感をしっかりこう上げるために取り入れたところなんですけど、内部フレームが見えてくるところとか、いろんなパーツが重なってるところ、ここがかっこいいかなと思います。そしてもう一つメカ要素の一つとして取り入れたのがここですね、コックピット。今までは人機一体と呼ばれるだけあって、こうしっかりね首にまたがっているようなスタイルだったんですけれども、今回2層のプロテクターに守られながらコックピットの中にライダーが乗ってます。こうすることで、まあ、戦闘メカ感、こういうものがしっかり際立ったんじゃないかなと思っています。続いて玩具のパーツの構成についてですね、これも、まあ、今までのライガーと比べると、まあ、一目瞭然かと思いますが、今までのライガー見ていただくと、内部のですねボンフレーム、これにアーマーを組み合わせて構成されてた全身のフレームなんですけれども、今回ライガー、バーニングライガーに関しては内部フレームと、外部フレームという構成ではありません。ゼロファントス、そしてゼログライディスから、まあ、取り入れたボディフレームの一体化という、まあ、そういうシステムと同じように、中のシリンダーとか見えてますが、ボディフレームは一体化されてます。こうすることで、まあ、より屈強なゾイドのフレームになるんじゃないかなという思いで作りました。今回玩具でいうと内部フレーム、この、顔でいうとシルバーの部分ですね、あと足でいうとここもシルバー覗いてますけれども、ここ2層構造、レイヤー構造にすることで、まあ、そのメリハリっていうのをしっかり出して、まあ、ディティールの深さっていうのを追求してみました。顔でいうと中にですね、まあ、耳のフィンだったりですとか、
まあ、花のフィン、いろんなところからこうチラ見せすることで、まあ、よりかっこいい、まあ、顔になったかなと思ってます。あとまあ塗装するときとか、まあ、そういうときも、まあ、塗り分けもできますよね。こういうところもかなり利便性はあるかなと思います。足も一緒ですね。赤いフレームの中に中のですね、シルバーのシリンダーとか、まあ、パイプみたいなところが覗いていると、まあ、これはかなりですね、かっこよくなったなと思ってます。あと最後に今までのライガーと比べて、まあ、全身赤というですね、カラーリングについてですけれども、まあ、これもですね、かなり悩みましたね。こちらの、まあ、カラーバリエーション、まあ、展開例見ていただいても分かる通りなんですが、まあ、最初実はやっぱりライガーっていうね、こうモチーフっていうのは共和国のものなんじゃないかっていう議論もかなりされたんですけれども、やっぱりライガーが帝国に、まあ、こう行くっていうことで、まあ、視聴者の皆さんだったり、まあ、玩具を愛してくれてる皆さんのこともこういい意味で裏切れるんじゃないかなということで帝国で行こうと。カラーバリエーションなのでですね、最初の案としてはブルーだったんですよね。でそこからまあ帝国のイメージってやっぱりこう凶悪なイメージなので、まあ、サイドの低い色ですとかロゴに付随した赤い色だったり、まあ、そういうのを取り入れてます。で最終的にやっぱりこう帝国レッドと言われるだけあって、まあ、帝国のねイメージカラーである赤にしたわけなんですが、スナイプテラとか、ジェノスピノみたいなそういう赤ではなくて少しですねビビッドな色にしてます。まあ、バニングライガーという名前に似つかわしいというか、まあ、少し血の気の多いようなそういうライガーに仕上がったかなと思ってます。最後に、コアドライブシステムに関する開発秘話ですね。これはですねかなり悩みましたね。今までやっぱりこうワイルドブラストギミックっていうのが大きくあったんですけれども、まあ、今回帝国のライガーに関してはよりこう軍事的に、まあ、技術的にも力があって、まあ、いろんな武器をライガーに取り付けてはまた新しい武器を開発してっていうそういう、まあ、システムを取り入れてるんじゃないかという想定で今回このコアドライブシステム乾燥武器を考えています。まあ、一番最初に何をこうライガーにつけるかって言われた時に、まあ、やっぱりこう機動性だったり、まあ、戦地に行って、まあ、いかに少ない時間で敵に深い攻撃を与えるかっていうことで考えついたのが最初ガトリングでした。武器のですね取り付け方なんですけれども、まあ、ただ上からガチンって取り付けるよりかは、銃のですね、まあ、レールシステムと同じですね、スコープをつけたりですとか、まあ、グリップをつけたりと同じように後ろからこうガチッとこう取り付ける、まあ、そういうなんかこう所作が玩具としてもかっこいいんじゃないかなと思っていて、こう後ろからガチンとこうつけるこういうまあシステムを取り入れてますね。あとまあ解除スイッチがあって取れるっていうのもちょっとまあ男の子ならではのガジェットを触るのと同じようなそういう感覚になるかなと思ってます。あと、まあ、ガトリングって本当はもう少し小さくもできたんですよ。でも、まあ、こうライガーが背負った時に、まあ、しっかりボリューム感ある、まあ、シレットにしたいなっていうのもあって、まあ、こういう大きさにしています。ガトリングってゆっくりは回らないですよね。かなりバーって回るんですけど、それを、まあ、この背中の端子コアドライブ端子から、まあ、単純な本当にただ回ってるだけなんですけれども、これを中でいかにこういう横回転、このフリー回転に変えるかっていうのはかなり悩んで作りましたね。このコアドライブウェポンインパクトガトリングは組み立て済みのものではなくですね、皆さんにこのメカニズムだったり中のこう仕組みですね、これを分かってほしいなというところで、組み立て式にしています。ぜひ皆さんも組み立てでこのコアドライブシステムを体感してみてください。10月はこのバーニングライガー、そしてコアドライブウェポンインパクトガトリングを手に入れてくれ。セット商品もご用意してます。インフィニティコロシアムの動画もチェックだ。